っとあの僕ね、10組目なんですけど、やたらあの朝日さんがこの奇人チャンネルを始めた後、始めさせられたんですよ本当に。始めた後あの弟子として出てくださいみたいなことをいろんな方から言われたんですけど、あの弟子ってなんすか。ちょっとじゃ俺も聞いて、いや一部だよね。あれ多分たまたま俺がどっかにこいつがライターやってるかっていうか、じゃあこれ紹介してるんでした時にそれが一部の人がただ言っただけだよね。でもずっと僕弟子弟子って言われて、弟子ってだって俺文章なんで証拠以来書いてねえし、近所に住んでるだけやで。そんなで僕そんな年がら年中喧嘩しないんですけど、いろんな人と俺ね、これ喧嘩しないよ。俺はちゃんと論理を述べて、そうするとロジックハラスメント。みんな笑ってるんですよ。みんな笑ってます。おかしいうちで俺は喧嘩じゃないんだよ。おかしいことにはおかしいって言ってみんなブロックするんだよ。ブロックしたり、あれだもん、あともう一個はもう一個あんのあれじゃないの、朝日さん、なんていうか、私、朝日さん悪いと思ってません、どうぞお許しくださいって言われるぐらいだから、いやいや、俺、喧嘩はしない、俺、喧嘩嫌いだもん、俺も選手防衛だもん、やられたら、格闘技もそうじゃん、俺、攻撃しないじゃん、やられたら、カウンターだけ。俺言うとみんな逃げちゃうんだよ。犯罪なんだよ。シュートがシュートだから前ディープでさ、佐伯しげるが10年ぐらい目あった時に俺が通ったらさ、やばい一番怖い人が来たって、なんでやねんってこうやってこう、まあ、弟子だ弟子だと、弟子だ、いや弟子じゃないんですよ。だって弟子って俺あと言えるのはね、あとで格闘技なんて言ってんのよく朝日の弟子っていうやついるの、俺弟子って観念ないんですよ。俺が一応近くに行ってちょっと面倒見てるやつよ。弟子とか全くないんですよ。もともと持ったことないし、逆に言うの、近くに寄るな、どっか行け、関係ないんですよ。俺は俺、君は君、以上。ただね、一言、てめえらがふざけたことやったらてめえ威厳しろって言うからなと。今日もちょっと朝ちょっとあるところに長文送ってやったんですから、頼んだからでもこれ僕のために書いてくれた。あ、そう、これね、昔ね、あの一応セリのホームページってこれ作ったんです。あ、この間紹介してた。あとこれもホームページなんですよ。これ2005年ぐらいの頃に書いてくださって、逆にね、ちょっと僕も持ってきたんですよ、実は最後このコーナーで、セリに書いた、そうです、あとこうやってセリの紹介でこうやってツクツクを作ってる人もツクネも書いたりして、ツクツクでね、あの僕がリボンドを追っかけてキューバに行った時の、あ、そう、キューバってことで書いてるからこれ、そうそうそう、これを僕は本当にリボンドをキューバのセリが写真くれたから、そうそう、キューバのキューバの子供たち、あの元のデータの写真こちら、そうこういうのもね、なんかね、何書いてるか自分でも覚えてない。これはね、ラバールトレホっていう、キューバのボクシングクラブ、なんかハバナの、そう、なんかいい絵だ、いい写真だなと思って、やっぱ世界にこういう写真来るから、それをまあ俺なりにやって、だからセリがホームページでこれ使っていいんじゃないかな。そうそう、本当にありがとうございます。逆にホームページを世話してくれてたから、さっぱりわかんないから、やっぱり理系やからやっぱそういうの詳しいんで、さっぱりわかんないじゃないですか、なんたかかんたらって言われた。お会いするのはいつ以来ですかね、いつぶりですか。結構実は久しぶりです、ね、いや俺とっての俺一人に会ってないから、特にこうっと記憶で、セリさんの記憶、なるべくコロナを言うに一番痛くないランキング上の方ですからね。いや、俺一番今会ってるのはね、あれカブトムシの幼虫、すげえいっぱいいる、人に会わない。僕ね、ウサギずっと、そうそう、ウサギ飼ってる、これウサギ飼ってる、ウサギ連れてこいって言ったら嫌がったんだよ。ウサギダメらしいんですよ、なんかやっぱ初めて会うと、あのデリケートだから、それはしょうがない。で、僕本庄に一回連れて帰りましたよ。なんか本庄、あ、その状況こちら。なんかロバで帰ってるらしいですよ、ロバのって。でも本庄の人に俺刺されるのはいいっすかな。でも朝井さんがこれ次、あのこいつはあのブレイクするって言って中で、あのノリフミさんがいて、もう一人稲福さん、ブレイクしてねえじゃん。で今のところね、あの的中率5割なんですよ。稲福さんブレイクしてないで、僕が入ってるんですけど、これ多分次もう一回外しますよ。あ、しないな。でもね、今ね、ブレイクって難しいよ、今いろんな風に広がっちゃってるからね。で今ブレイクする、今品段ある程度品をなくすしかないですからね。そうだね、今ね、あのなんかとにかくさ、なんか稼げれば、なんか例えばこういうのも視聴率稼げればいいとか、その中身とかじゃない問題もあるし、本物であるからどうのこうのじゃない時ありますもんね。あ、でも本当に SNS 本質ってやつかな、あのその時の収入、金額的な収入よりも、あの要するに金銭的な収入よりもスキルアップとか将来のこと、いや、そっちも大事だと思う、大事だと思う、確かに、あのね、本当にあの本質ってものを追求して、その場しのぎのね、その場しのぎの何か儲けるんではなくて、だからそうすると弾けないんだよな、ね、まあしょうがないよな、自ら弾けるわ、そのうち顔気入ってる、それでいいじゃん、バイバイとか言って、うん、お、先入れよ俺遠く生きてるぞ、多分
なんかちょっと聞き捨てならないだって、のりふみさんであれだけ大好きだった、のりふみさんで、こうのりのっすよ、いや怖い、もう僕もういかに練習してないかまた、いいやっぱり、ここで一応9話行きましょうでしょ。あ、でもね、そういうとこ行ってみたいんですよ、うん、一回ブラジル行ったことあって大変な目にやってきたけど、うん、やっぱほら、ま、みんなに言うけど、僕そこまでセリみたいに言ってるわけじゃないけど、うん、あの観光地じゃないわけのわかんない外国は、うん、いろんなことがあって死ぬこと面白いですよ、いわゆる卑怯な、そう、な、その代わり、その代わり注意しないとやばいよって本当に日本の調子で考えちゃダメ、いやでもね、学ぶことが多い、めっちゃくちゃ面白い、その時あと機会で、なんやこらって喧嘩売れた、確かに学ぶこと多いですね、多いね、アメリカは僕一番つまんないですもんね、正直、あ、分かる分かる、それ分かる、だってこれはやっぱ歴史だと思うんだよ、あとね、予想通りのことしか起こらない、そうそうそうだよね、あと民族がいないから、僕は多分インディアンがいたら感動する、あ、そう、だから歴史と、ドイツだけ見るけど、歴史とかはの面白いですよね、俺はそう思ってる、伝統があるところっていうのは、してやっぱね、あの、やっぱね、そういうところにね、いろんな経験があって、俺も飛行機行っちゃったとかとかよくあって、いろんなことあるけど、あの携帯落としちゃったりとかね、こいつももっとひどいけどね、すごいタフになると。だからいろんな意味でね、世界で生きるにはね、タフネゴシエーションとかでもあるじゃないですか。いろんな意味でそういうのがないと。あと、世界はおおらかで生きていかないと生きていけないと。だから今もコロナってきついんですよ。ああ、そうだ。だって海外行けないから、行けないんだ。だから、ウサギ買ったの。本当にきつかったから、ウサギ買って、毎日ウサギ。あ、でもウサギは可愛いな、こちらミミちゃんですこちら俺もじゃあ俺も幼虫をアップしたらこれ地獄やな、ウサギいいけど幼虫って幼虫です、幼虫30匹ぐらいだよお前そう、コロナでいけないもんね今な、でも今いけるじゃん、文化そこはリポート現地リポート、あの WHO のあのデグなんで なんとかさん、デグロスさんじゃねえや、なんだっけ、デボネアじゃねえや、忘れちゃったよ、まあ、ベトナムにもしかしたら今月行く予定だったんですけど、でもベトナムは緩和されつつあるよね、今日なんか首相がなんかあれですもんね、でも本当に外国はなんか観光旅行もさらさらいいけど、なんか現地の人となんかこうやるといろんな方って面白いよね、うん、もう本当に勉強になった、最初嫌でしょうがなかったけど外国嫌だなと思ったけど、わけわかんなくてそこで一人でプラプラするのが最高いやでも本当に最後に言わせてください、これ弟子ではありませんいや俺もこんな弟子やで、俺はやっぱね弟子をこう拒否するよ、これは弟子その弟子って表現気持ち悪いでもこれ、ね、こんなもんたまたまこうやって取材終わった後にみんなで終わった後にとかやったらそれが表紙になっちゃっただけの話よあ、そうなんだそうだよ、じゃあみんなで終わった後にじゃあくださいよこれ、じゃあ勝手にやればいいじゃん、本当にじゃあれは本当に伏施工事と撮ってて、本当にくるの、そう、伏施工事と写真撮って終わった後、じゃあ終わりました、じゃあお疲れ様でした、ね、ふざけて撮りましょうかってこんなことやってたんですよ、それが表紙になっちゃって、俺コンビニに飯食い行ったらいっぱい写真が出ててやーばーと思ったんだ、俺びっくりしたんだよ、パンツ一丁でこんなってるから、誰も悪くないって終わった後やるでしょ、それだけ、あ、じゃあこれもらおうかな、だってもらうもクソもこれ別にあの商標取ってるわけでもねえんだから勝手に使ってくれよ、これ商標取ろうかな、取れ、はい、でもこれで商標取るの相当難しい、これ商標になるのかな、こんなもん窓ハンドみたいな、そうだったら昔あのフリップホマリックって言ったけど、みんなこんなことやってる仲間が増えてるそうそう、あのいっぱい言うんじゃん、そう、イオナズンで全員殺すんですよ、あと1分半で、でも笑いもそうだけど、あんま狙いすぎるとあれだよ、ね、だから俺がびっくりしたんだよ、俺やばいことが起きたなと思ったの、コンビニ行ってこうやってる写真がいっぱい並んで、これすぐ出たもん、コンビニきつすぎて、でも両手で、あ、それでもいいね、でもこれ誰かやってない、ガオーとか言ってこんなことやってなんかやってそうじゃないか、これサッカーの浅野、あ、そっか、そっか、あ、じゃあこれ、はい、はい、でもね、今更それやって今の令和のこれ何言ってんの、このジジイになるだけでしょ、これありがとうございます、ありがとうございました